原民期夏の花我が愛する者よこ、う急ぎ走れかぐわしき山々の上にありて泥のごとく小鹿のごとくあれ 私は町に出て花を買うと妻の墓を訪れようと思ったポケットには仏壇から取り出した線香が一束あった8月15日は妻にとって初盆に当たるのだがそれまでこのふるさとの町が無事かどうかは疑わしかったちょうど宮殿日ではあったが朝から花を持って 街を歩いている男は私のほかに見当たらなかったその花は何という名称なのか知らないが黄色の小便のかれな野種を帯びいかにも夏の花らしかった炎天にさらされている墓石に水を打ちその花を二つに分けて左右の花立てにさすと墓の表が なんとなくすがすがしくなったようで私はしばらく花と石に見入ったこの墓の下には妻ばかりか父母の骨も収まっているのだった持ってきた線香にマッチをつけ木霊を済ますと私は傍らの井戸で水を飲んだそれから荷物公園の方を回って家に戻ったのであるが その日もその翌日も私のポケットは線香の匂いが染み込んでいた原子爆弾に襲われたのはその翌々日のことであった私は川屋にいたため一命を拾った6月6日の朝私は8時ごろ渡航を離れた 前の晩二回も空襲警報が出何事もなかったので夜明け前には服を全部脱いで久しぶりに寝巻きに着替えて眠ったそれで起き出した時もパンツ一つであった妹はこの姿を見ると朝寝したことをブツブツ軟じていたが私は黙って便所へ入ったそれから何秒後のことかはっきりしないが 突然私の頭上に一撃が加えられ目の前に暗闇が滑り落ちた私は思わずうわーっとわめき頭に手をやって立ち上がった嵐のような物の墜落する音のほかは真っ暗で何もわからない手探りで扉を開けると縁側があったその時まで私はうわーという自分の声をザーという物音の中にはっきり耳に聞き 目が見えないいのでもだいていた。しかし縁側に出ると間もなく薄ら明かりの中に破壊された家屋が浮かび出し気持ちもはっきりしてきたそれはひどく嫌な夢の中の出来事に似ていた最初私の頭に一撃が加えられ目が見えなくなった時私は自分が倒れてはいないことを知った それからひどく面倒なことになったと思い腹立たしかったそしてうわーっと叫んでいる自分の声がなんだか別人の声のように耳に聞こえたしかし辺りの様子がおぼろながら目に見えだしてくると今度は惨劇の舞台の中に立っているような気持ちであった「確かこういう光景は映画などで見たことがある」 もうもうと煙る砂人の向こうに青い空間が見え続いてその空間の数が増えた壁の脱落したところや思いがけない方向から明かりがさしてくる畳の飛び散った座板の上をそろそろ歩いていくと向こうから凄まじい勢いで妹が駆けつけてきた「やられなかったやられなかったの大丈夫」と妹は叫び 目から血が出ている早く洗いなさい」と台所の流しに水道が出ていることを教えてくれた私は自分が全裸体でいることを気づいたのでとにかく着るものはないかと妹を顧みると妹は壊れ残った押し入れからうまくパンツを取り出してくれたそこへ誰か奇妙な身振りで侵入してきたものがあった顔を血だらけにしシャツ一枚の男は 工場の人であったが私の姿を見ると「あなたは無事でよかったですな」と言い捨て「電話電話電話をかけなきゃ」とつぶやきながら忙しそうにどこかへ立ち去った至るところに隙間ができ建具も畳も散乱した家は柱と敷居ばかりがはっきりと現れしばしキーな沈黙を続けていたこれがこの家の最後の姿らしかった 後で知ったところによるとこの地域では大概の家がぺしゃんこに倒壊したらしいのにこの家は2階も落ちず床もしっかりしていたよほどしっかりした不審だったのだろう40年前神経質な父が建てさせたものであった私は錯乱した畳や襖の上を踏み越えて身につけるものを探した。 上着はすぐに見つかったがズボンを求めてあちこちしているとめちゃくちゃに散らかった品物の位置と姿がふと忙しい目に留まるのであった昨夜まで読みかかりの本がページをまくれて落ちている投げしから墜落した額が殺気を帯びて孤独を塞いでいるふとどこからともなく水筒が見つかり続いて帽子が出てきた ズボンは見当たらないので今度は足に履くものを探していたその時座敷のお縁側に事務室の K が現れた K は私の姿を認めると「ああやられた助けて」と悲痛な声で呼びかけそこへぺったり座り込んでしまった額に少し血が吹き出ており目は涙ぐんでいた「どこをやられたのです?」 と尋ねると「膝じゃ」とそこを押さえながらしわの多い双眼をゆがめる私はそばにあった布切れを彼に与えておき靴下を2枚重ねて足に履いた「ああ煙が出だした逃げよう連れて逃げてくれ」と K はしきりに私をせかし出すこの私よりかなり年上のしかし平素ははるかに元気な K も どういうものか少し天道気味であった縁側から見渡せば一面に崩れ落ちた家屋の塊がありやや彼方の鉄筋コンクリートの建物が残っているほか目標になるものもない庭の土塀の覆った脇に大きなカエデの幹が中途からぽっくり折られて小を長ョ鉢の上に投げ出しているふと K は 防空壕のところへ鏡「ここで頑張ろうか水槽もあるし」と変なことを言う「いや川へ行きましょう」と私が言うとケイは不審そうに「川川はどちらへ行ったら出られるのだったかしら」とうそぶくとにかく逃げるにしてもまだ準備が整わなかった私は押し入れから寝巻きを取り出し彼に手渡し さらに縁側の暗幕を引き裂いた。た。座布団も拾った縁側の畳をはねくり返してみると持ち逃げ用の雑能が出てきた私はふっとしてそのカバンを肩にかけた隣の製薬会社の倉庫から赤い小さな炎の姿が見えだしたいよいよ逃げ出す時期であった私は最後にぽっくり折れ曲がった楓のそばを踏み越えて出て行った。 その大きな楓は昔から庭の隅にあって私の少年時代無双の対象となっていた樹木であるそれがこの春久しぶりに郷里の家に帰って暮らすようになってからはどうももう昔のような潤いのある姿がこの樹木からさえ汲み取れないのをつくづく私はキーに思っていた不思議なのはこの郷里全体が 柔らかい自然の調子を失って何か残酷な無機物の集合のように感じられることであった私は庭に面した座敷に入っていくたびに「発車明けの崩壊」という言葉が一人でに浮かんでいた「ケイトを私とは崩壊した家屋の上を乗り越え障害物を避けながら初めはそろそろと進んでいく。 そのうちに足元が平坦な地面に達し道路に出ていることがわかるすると今度は急ぎ足でとっとと道の中ほどを歩くぺしゃんこになった建物の陰からふと「おじさん」とわめく声がする振り返ると顔を血だらけにした女が泣きながらこちらへ歩いてくる「助けて」と彼女は怯えきったそうで一生懸命ついてくるしばらく行くと 路上に立ちはだかって、家が焼ける家が焼けると子供のように泣きわめいている老女と出会った煙は崩れた家屋のあちこちから立ち上っていたが急に炎の息が激しく吹きまくっているところへ来る走ってそこを過ぎると道はまた平坦となりそして栄橋のたもとに私たちは来ていたここには避難者が続々移住していた 元気な人はバケツで火を消せと誰かが橋の上に頑張っている私は千手の藪の方へ道を取りそしてここで軽とはぐれてしまったその竹藪はなぎ倒され逃げていく人の勢いで道が自然と開かれていた見上げる樹木も大方中空でそぎ取られており川に沿ったこの由緒ある名園も 今は傷だらけの姿であったふと陥木のそばにだらりと豊かな死体を投げ出してうずくまっている中年の夫人の顔があった魂の抜け果てたその顔は見ているうちに何か感染しそうになるのであったこんな顔に出くわしたのはこれが初めてであったがそれよりもっと機械な顔にその後私は 限りなく出くわさねばならなかった川岸に出る藪のところで私は学徒の一塊と出会った工場から逃げ出した彼女たちは一様に軽い負傷をしていたが今目の前に出現した出来事の新鮮さにおののきながらかえって元気そうにしゃべり合っていたそこへ長兄の姿が現れた シャツ一枚で片手にビール瓶を持ちまず異常なさそうであった向こう岸も見渡す限り建物は崩れ電柱の残っているほかもう火の手が回っていた私は狭い川岸の道へ腰を下ろすとしかしもう大丈夫だという気持ちがした長い間脅かされていたものがついに来たるべきものが来たのだった サバサバした気持ちで私は自分が生きながらえていることをりみたかねて二つに一つは助からないかもしれないと思っていたのだが今ふと己が生きていることとその意味がハッと私をはじいたこのことを書き残さねばならないと私は心につぶやいたけれどもその時はまだ私はこの空襲の真相を ほとんど知ってはいなかったのである対岸の火事が勢いを増してきたこちら側までホテリが反射してくるので満潮の川水に座布団を浸しては頭にかむるそのうち誰かが「空襲」と叫ぶ「白いものを着た者は木陰へ隠れよ」という声に皆はぞろぞろ藪の奥へ張っていく火はさんさんと降り注ぎ 矢部の向こうもどうやら火が燃えている様子だしばらく息を殺していたが何事もなさそうなのでまた川の方へ出てくると向こう岸の火事はさらに衰えていない熱風が頭上を走り黒煙が川の中ほどまで煽られてくるその時急に頭上の空が暗黒と化したかと思うと廃膳として大粒の雨が落ちてきた 雨はあたりのほてりをやや沈めてくれたがしばらくするとまたカラリと晴れた天気に戻った対岸の火事はまだ続いていた今こちらの岸には長兄と妹とそれから近所の見知った顔が二つ三つ見受けられたがみんなは寄り集まっててんでに今朝の出来事を語り合うのであったあの時 兄は事務室のテーブルにいたが庭先に線香が走ると間もなく一見あまり跳ね飛ばされ家屋の下敷きになってしばらくもがいた。やがて隙間があるのに気づきそこから這い出すと工場の方では学徒が救いを求めて喚起をしている。兄はそれを救い出すのに大奮闘した。妹は玄関のところで光線を見。 大急ぎで階段の下に身を潜めたためあまり負傷を受けなかったみんなはじめ自分の家だけ爆撃されたものと思い込んで外に出てみるとどこも一様にやられているのにあぜんとしたそれに地上の家屋は崩壊していながら爆弾らしい穴が開いていないのも不思議であったあれは警戒警報が解除になって間もなくのことであったピカッ と光ったものがありマグネシウムを燃やすようなシューッという軽い音とともに一瞬さっと足元が回転し「それはまるで魔術のようであった」と妹はおののきながら語るのであった「向こう岸の火が静まりかけるとこちらの庭園の木立が燃え出したという声がする。 かかすな煙が後ろのやぶの高い空に見え染めていた川の水は満潮のまままだ引こうとしない私は石垣を伝って水際のところへ降りていってみたするとすぐ足元のところを白木の大きな箱が流れており箱からはみ出た玉ねぎが辺りに漂っていた私は箱を引き寄せ 中から玉ねぎをつかみ出しては岸の方へ手渡したこれは上流の鉄橋で貨車が転覆しそこからこの箱は放り出されて漂ってきたものであった私が玉ねぎを拾っていると「助けて!」という声が聞こえた木片に取りすがりながら少女が一人川の中ほどを浮き沈みして流されてくる私は大きな材木を選ぶとそれを押すようにして泳いでいった 久しく泳いだこともない私ではあったが思ったより簡単に相手を救い出すことができたしばらく静まっていた向こう岸の火がいつの間にかまた狂い出した今度は赤い火の中にどす黒い煙が見えその黒い塊が猛然と広がっていきみるみるうちに炎の熱度が増すようであったがその不気味な火も やがて燃え尽くすだけ燃えると空虚な残骸の姿となっていたその時である私は川下の方の空にちょうど川の中ほどにあたってものすごい透明な空気の層が揺れながら移動してくるのに気づいた「竜巻だ!」と思ううちにも激しい風は既に頭上をよぎろうとしていた周りの草木がことごとく震え と見るとそのまま引き抜かれて空にさらわれていくあまたの樹木があった空を舞い狂う樹木は矢のような勢いで混濁の中に落ちていく私はこの時辺りの空気がどんな色彩であったかはっきり覚えてはいないがおそらくひどく陰酸な地獄絵巻の緑の鼻光に包まれていたのではないかと思えるのである この竜巻が過ぎるともう夕方に近い空の気配が感じられていたが今まで姿を見せなかった2番目の兄がふとこちらにやってきたのであった顔にさっと薄墨色の跡があり背脳シャツも引き裂かれているその海水浴で日焼けしたくらいの皮膚の跡が後には加納を伴う火けどとなり数ヶ月も治療を要したのだがこの時は まだこの兄もなかなかか元気であった。彼は自宅へ用事で帰った途端、上空に小さな飛行機を認め続いて3つの怪しい光を見たそれから地上に一軒余り跳ね飛ばされた彼は家の下敷きになってもがいている家内と女中を救い出し子供2人は女中に託して先に逃げ延びさせ隣家の老人を助けるのに手間取っていたという兄嫁がしきりに 別れた子供のことを案じていると向こう岸の河原から女中の呼ぶ声がした手が痛くてもう子供を抱えきれないから早く来てくれというのであった船底の森も少しずつ燃えていた夜になってこの辺まで燃え移ってくるといけないし明るいうちに向こう岸の方へ渡りたかったがそこいらには渡し船も見当たらなかった 長兄たちは橋を回って向こう岸へ行くことにし私と二番目の兄とはまた渡し船を求めて上流の方へ遡っていった水に沿う狭い石の通路を進んでいくに従って私はここで初めて言語に絶する人々の群れを見たのであるすでに傾いた日差しは辺りの光景を青ざめさせていたが 岸の上にも岸の下にもそのような人々がいて水に影を落としていたどのような人々であるか男であるのか女であるのかほとんど区別もつかないほど顔がくちゃくちゃに腫れ上がって従って目は糸のように細まり唇は思い切りただれ それに痛々しい死体を露出させ虫の息で彼らは横たわっているのであった私たちがその前を通っていくに従ってその機械な人々は細い優しい声で呼びかけた「水を少し飲ませてください」とか「助けてください」とかほとんどみんながみんな訴え事を持っているのだった おじさん、と鋭い哀愁な声で私は呼び止められていた見ればすぐそこの川の中には裸体の少年がすっぽり頭まで水に浸かって死んでいたがその死体と半減も隔たらない石段のところに二人の女がうずくまっていたその顔は約一倍半も膨張し醜く歪み焦げた乱発が 女であるるを残しているこれは一目見て蓮敏よりもまず身の毛のよだつ姿であった。がその女たちは私の立ち止まったのを見ると「あの木のところにある布団は私のですからここへ持ってきてくださいませんか」と哀願するのであった。見ると木のところにはなるほど布団らしいものがあった。 だがその上にはやはり瀕死の重傷者が伏していてすでにどうにもならないのであった私たちは小さなイカダを見つけたので綱を解いて向こう岸の方へ漕いで行ったイカダが向こうの砂原に着いた時辺りはもう薄暗かったがここにもたくさんの負傷者が控えているらしかった 水際にうずくまっていた一人の兵士がお湯を飲ましてくれと頼むので私は彼を自分の肩に寄りかからしてやりながら歩いていった苦しげに彼はよろよろと砂の上を進んでいたがふと死んだ方がましさと吐き捨てるようにつぶやいた私も安全としてうなずき言葉は出なかった愚劣な者に対する 憤り,りがこの時我々を無言で結びつけているようであった私は彼を中途に待たしておき土手の上にある給湯所を石垣の下から見上げたすると今湯気の立ち上っている台のところで茶碗を抱えて黒焦げの大頭がゆっくりとお湯を飲んでいるのであったその膨大な 奇妙な顔は全体が黒豆のつぶつぶで出来上がっているようであったそれに頭髪は耳の辺りで一直線に刈り上げられていたその後一直線に頭髪の刈り上げられている歌唱者を見るにつけこれは帽子を境に髪が焼き取られているのだということを気づくようになったしばらくして茶碗をもらうと 私はさっきのの兵隊のところへ持ち運んで行った。ふと見ると川の中にこれは一人の重傷兵が膝をかがめてそこで思いっきり川の水を飲みふけっているのであった夕闇の中に千手の空やすぐ近くの炎が鮮やかに浮き出てくると砂原では木片を燃やして夕下の炊き出しをするものもあった。 さっきから私のすぐそばに顔をふわふわにふくらした女が横たわっていたが水をくれという声で私は初めてそれが時系の家の女中であることに気づいた彼女は赤ん坊を抱えて台所から出かかった時光線に遭い顔と胸と手を焼かれたそれから赤ん坊と長女を連れて兄たちより一足先に逃げたが橋のところで長女とはぐれ 赤ん坊だけを抱えてこの河原に来ていたのである最初顔に受けた光線を遮ろうとしておうた手がその手が今ももぎ取られるほど痛いと訴えている潮が満ちて来だしたので私たちはこの河原を立ち退いて土手の方へ移っていった火はとっぷりくれたが水をくれ 水をくれと狂い回る声があちこちで聞こえ河原に取り残されている人々の騒ぎはだんだん激しくなってくるようであったこの土手の上は風があって眠るには少し冷え冷えしていたすぐ向こうは仁義つ公園であるがそこも今は闇に閉ざされ木の折れた姿がかすかに見えるだけであった兄たちは土のくぼみに横たわり 私も別に窪地を見つけててそこへ入って行った。すぐそばには傷ついた女学生が三、四人をがしていた「向こうの木立が燃え出したが逃げた方がいいのではないかしら」と誰かが心配する「窪地を出て向こうを見ると二、三丁先の木に炎がキラキラしていたがこちらへ燃え移ってきそうな気配もなかった」。 火は燃えてきそうですかと傷ついた少女は怯えながら私に聞く「大丈夫だ」と教えてやると「今何時頃でしょうまだ12時にはなりませんか?」とまた聞くその時警戒警報が出たどこかにまだ壊れなかったサイレンがあると見えてかすかにその響きがする町の方はまだ盛んに燃えているらしく ぼーっとした明かりが川下の方に見える「ああ早く朝にならないのかな」と女学生は嘆く「お母さんお父さん」とかすかに静かな声で合唱している「火はこちらへ燃えてきそうですか?」と傷ついた少女がまた私に尋ねる。 河原の方では誰かよほど元気な若者らしいものの断末魔のうめき声がするその声は八方にこだまし走り回っている「水を水を水をくださいあ,あお母さん姉さんみっちゃん」と声は全身全霊を引き裂くようにほとばしり うう,う,うっと苦痛に追いまくられるあえぎが弱々しくそれに絡んでいる幼い日私はこの包みを通ってその河原に魚を取りに来たことがあるその暑い日の一日の記憶は不思議にはっきりと残っている砂原には ライオン歯磨きの大きな立て看板があり鉄橋の方を時々汽車がゴーッと通っていった夢のように平和な景色があったものだ夜が明けると昨夜の声はやんでいたあの腹綿を絞る断末魔の声はまだ自邸に残っているようでもあったが 辺りはしらじらと朝の風が流れていた長兄と妹とは家の焼け跡の方へ回り東連兵場にせりょう所があるというので時系たちはそちらへ出かけた私もそろそろ東連兵場の方へ行こうとするとそばにいた兵隊が同行を頼んだその大きな兵隊はよほどひどく傷ついているのだろう 私の肩に寄りかかりながらまるで壊れ物を運んでいるようにおずおずと自分の足を進めていくそれに足元は破片といわず屍と言わずまだ余熱をくすぶらしていて恐ろしく険悪であった時羽橋まで来ると兵隊は疲れ果て「もう一歩も歩けないから置き去りにしてくれ」という。 そこで私は彼と別れ一人でにぎつ公園の方へ進んだところどころ崩れたままで焼け残っている家屋もあったが至るところ光の爪痕が記されているようであったとある空き地に人が集まっていた水道がちょろちょろ出ているのであったふとその時めいが東照宮の避難所で保護されているということを 私は小耳に挟んだ。急いで東照宮の境内へ行ってみたすると今小さな姪は母親と対面しているところであった昨日橋のところで女中とはぐれそれからあとはよその人について逃げていったのであるが彼女は母親の姿を見ると急に耐えられなくなったように泣き出したその首がやけどで黒く痛そうであった 領所はののの鳥居の下の方に設けられていた。はじめ巡査が一通り原石年齢などを取り調べそれを記入した紙片をもろうてからも負傷者たちは長い行列を組んだまま炎天のもとにまだ1時間くらいは待たされているのであっただがこの行列に加われる負傷者ならまだ結構な方かもしれないのだった。今も、 兵隊さん、兵隊さん、助けてよ、兵隊さんと火のついたように泣きわめく声がする。路傍に倒れて反転する火けの娘であった。かと思うと、警防団の服装をした男が、火けで膨張した頭を石の上に横たえたまま、真っ黒の口を開けて、誰か私を助けてください。ああ、看護婦さん、先生。と、弱い声で、キレキレに訴えているのである。 が、誰も帰りみてはくれないのであった巡査も医者も看護婦も皆な他の都市から応援に来た者ばかりでその数も限られていた私は時恵の家の女中に付き添って行列に加わっていたがこの女中も今はだんだんひどく膨れ上がってどうかすると地面にうずくまりたがったようやく順番が来て 家量が済むと私たちはこれから行こう場所を作らねばならなかった境内至る所に重傷者はゴロゴロしているがテントも木陰も見当たらないそこで石垣に薄い材木を並べそれで屋根の代わりとしその下へ私たちは入り込んだこの狭苦しい場所で24時間余り私たち6名は暮らしたのであった すぐ隣にも同じような格好の場所が設けてあったがその後ろの上にひょくひょく動いている男が私の方へ声をかけたシャツも上着もなかったし長ズボンが片足分だけ腰の辺りに残されていて両手両足顔をやられていたこの男は中国ビルの7階で爆弾にあったのだそうだがそんな姿になり果ててもすこぶる気丈部なのだろう 口で人に頼み口で人を使いとうとうここまで落ち延びてきたのであるそこへ今慢心血まみれの幹部候補生のバンドをした青年が迷い込んできたすると隣の男はきっとなって「おいおいどいてくれ俺の体はめちゃくちゃになっているのだから触りでもしたら承知しないぞいくらでも場所はあるのにわざわざこんな狭いところへやってこなくてもいいじゃないかえっとっとと去ってくれ」 とううなるようにっかぶせていった。血まみれの青年はきょとんとして腰を上げた私たちの寝転んでいる場所から二メートル余りの地点に葉のあまりない桜の木があったがその下に女学生が二人ごろりと横たわっていたどちらも顔を黒焦げにしていて痩せた背を炎天にさらし 水を求めてはうめいてはいるこの近辺へ芋掘り作業に来て遭難した女子商業の学徒であったそこへまた燻製の顔をしたもんぺ姿の夫人がやってくるとハンドバッグを下に置きぐったりと膝を伸ばした日はすでに暮れかかっていたここでまた夜を迎えるのかと思うと私は妙にわびしかった 夜明け前から念仏の声がしきりにしていたここでは誰かが絶えず死んでいくらしかった朝の日が高くなった頃女子商業の生徒も二人とも息を引き取った溝にうつ伏せになっている死骸を調べ終えた巡査がもんぺ姿の夫人の方へ近づいてきた これも姿勢を崩して今は事切れているらしかった巡査がハンドバッグを開いてみると通帳や交際が出てきた旅装のまま遭難した婦人であることが分かった昼ごろになると空襲警報が出て爆音も聞こえる辺りの悲惨周回さにもだいぶ鳴らされているものの 疲労と空腹はだんだん激しくなっていった時系の家の長男と末の息子は二人とも市内の学校へ行っていたのでまだどうなっているかわからないのであった人は次々に死んでいき死骸はそのまま放ってある救いのない気持ちで人はそわそわ歩いているそれなのに連兵場の方では 今やけに流どしたメイたちはひどく泣きわめくし女中はしきりに水をくれと訴えるいい加減みんなほとほと弱っているところへ長兄が戻ってきた彼は昨日は兄嫁の疎開先である廿日市町の方へ寄り今日は八幡村の方へ交渉して 二馬車を雇ってきたのであるそこでその馬車に乗って私たちはここを引き上げることになった馬車は時恵の一家族と私と妹を乗せて東照宮下から逃げつえ出た馬車が白島から千手入り口の方へ引っかかった時のことである西連平城よりの空き地に見覚えのある 黄色の半ズボンの死体を時計はちらりと見つけたそして彼は馬車を降りていった兄嫁も私も続いて馬車を離れそこへ集まった見覚えのあるズボンに紛れもないバンドを締めている死体は甥の文彦であった上着はなく 胸のあたりに拳のありり、にこ腫れれ物ががそこから液体が流れている。真っ黒くなった顔に白い歯がかすかに見え投げ出した両手の指は固く内側に握りしめ爪が食い込んでいたそのそばに中学生の死体が一つそれからまた離れたところに若い女の死体が一ついずれもある姿勢のまま硬直していた。 時計は文彦の爪を剥ぎバンドを形見に取り名札をつけてそこを立ち去った涙も乾き果てた遭遇であった馬車はそれから国体寺の方へ出住吉橋を越して鯉の方へ出たので私はほとんど目抜きの焼け跡を一覧することができた。 ギラギラと炎天のもとに横たわっている銀色の虚無の広がりの中に道があり川があり橋があったそして赤むけの膨れ上がった死体がところどころに配置されていたこれは精密高知な方法で実現された新地獄に違いなくここではすべて人間的なものは抹殺され例えば死体の表情にしたところで 何か模型的な機械的なものに置き換えられているのであった公文の一瞬ががいて硬直したらしい死体は一種の怪しいリズムを含んでいる電線の乱れ落ちた線やおびただしい破片で虚無の中にけい的の図案が感じられるだがさっと転覆して焼けてしまったらしい電車や巨大な銅を投げ出して転倒している馬を見ると どうも超現実派の絵の世界ではないかと思えるのである国体寺の大きなクスの木も根こそぎ転覆していたし墓石も散っていた外学だけ残っている朝の図書館は死体収容所となっていた道はまだところどころで煙刺繍に満ちている川を越すたびに 橋が落ちていないなのを意外に思った「この辺の印象はどうもカタカナで書き殴る方がふさわしいようだそれで次にそんな一節を挿入しておく」「ギラギラの破片や開白色の燃え殻が広々としたパノラマのように赤く焼けただれた人間の 死体の奇妙なリズム。すべてあったことかありえたことなのかパッと剥ぎ取ってしまった後の世界転覆した電車の脇の馬の胴なんかの膨らみ方はブスブスと煙る電線の匂い。 東海の後の果てしなく続く道を馬車は進んでいった郊外に出ても崩れている家屋が並んでいたが草津を過ぎるとようやく辺りも青々として彩花の色から解放されていたそして青田の上をスイスイとトンボの群れが飛んでいくのが目にしみたそれから八幡村までの長い単調な道があった 八幡村へ着いたのは日もとっぷり暮れた頃であったそして翌日からその土地での悲惨な生活が始まった負傷者の回復もはかどらなかったが元気だったものも食料不足からだんだん衰弱していったやけどした女中の腕はひどく可能しハエが群れてとうとうじが湧くようになった ウジはいくら消毒しても後から後から沸いたそして彼女は一ヶ月余りの後死んでいったこの村へ移って四、五日目に行方不明であった中学生の甥いが帰ってきた彼はあの朝建物疎開のため学校へ行ったがちょうど教室にいた時光を見た 瞬間机の下に身を伏せついで天井が落ちて埋もれたが隙間を見つけて吐い出した吐い出して逃げ延びた生徒は45名にすぎずほかは全部最初の一撃でダメになっていた彼は45名と一緒に肘山に逃げ途中で白い液体を吐いたそれから一緒に逃げた友人のところへ汽車で行きそこで世話になっていたのだそうだ しかしこの老いもこちらへ帰ってきて一週間余りすると頭髪が抜け出し二日くらいですっかりハゲになってしまった今度の遭難者で頭髪が抜け鼻血が出だすと大概助からないという説がその頃だいぶ広まっていた頭髪が抜けてから十二三日目に老いはとうとう鼻血を出し出した医者は その夜がすでに危なかろうと宣告していた。しかし彼は渋滞のままだんだん持ちこたえていくのであった N は疎開工場の方へ初めて汽車で出かけていく途中ちょうど汽車がトンネルに入った時あの衝撃を受けたトンネルを出て広島の方を見ると落下山が3つ緩く流れていくのであった それから次の駅に汽車が着くと駅のガラス窓がひどく壊れているのに驚いたやがて目的地まで達した時にはすでに詳しい情報が伝わっていた彼はその足ですぐ引き返すようにして汽車に乗ったすれ違う列車は皆機械な重傷者を満載していた彼は街の火災が静まるのを待ちかねてまだ熱いアスファルトの上をズンズン進んでいった そして一番に妻の勤めている女学校へ行った教室の焼け跡には生徒の骨があり校長室の跡には校長らしい白骨があったが N の妻らしいものはついに見いだせなかった彼は大急ぎで自宅の方へ引き返してみたそこは宇品の近くで家が崩れただけで火災は免れていたが そこにも妻の姿は見つからなかったそれから今度は自宅から女学校へ通じる道に倒れている死体を一つ一つ調べてみた大概の死体がうつ伏せになっているのでそれを抱き起こしては首実験するのであったがどの女もどの女も変わり果てたそうをしていたがしかし彼の妻ではなかったしまいには方角違いのところまでふらふらと見て回った 水槽の中に折り重なって使っている1余りの死体もあった川岸にかかっているはしごに手をかけながらそのまま硬直している3つの死骸があったバスを待つ行列の死骸は立ったまま前の人の肩に爪を立てて死んでいた軍部から家屋疎開の勤労奉仕に動員されて全滅している群れも見た。 西兵場のものすごさといったらなかったそこは兵隊の死の山であったしかしどこにも妻の死骸はなかった N は至る所の収容所を訪ね回って重傷者の顔を覗き込んだどの顔も悲惨の極みではあったが彼の妻の顔ではなかったそうして3日未晩 死体とやけど患者をうんざりするほど見て過ごしたあげ句 N は最後にまた妻の勤め先である女学校の焼け跡を訪れた。